こんにちは、FVOTV です。お久しぶりです。今日は Google Pixel 5の価格は74,800円。Google Japan がうっかり公開っていう記事がありました。ちょっと読んでいきたいと思います。5G に対応,さ対応した後、Google スマートフォン Pixel 5の日本国内での発売価格を Google Japan が公式 Twitter で予,予,約か予約受付開始 として公開しました予定より早く公開したものとみられます5 g 対応ピ,ピクセルフ価格は7万円を300円からえっと9九月末の正式発表が見込まれるピクセルファイブの発売価格は7万8800円であることを google japan が公式ツイッター e アカウントで公開しました 7万800円,円で予約購入。Twitter には Google がお届けする究極の 5G 対応スマートフォン。GooglePixel5 の予約購入がスタートします。とありますが、詳細はこちらのリンク先リンク先ページにはアク,セスでア,クセアクセスすることができず、間違えてと予定より早く Twitter ツイートしたものと見られます。まあ、バババ,バーって書いてありますが、まあえっと、詳細スペックが報じ,報じられたばかりや8月には公式画像が流出。ピクセル5には先日ドイツメディアが詳細なスペックを記載しているほが8月には公式 見られるレンダリング画像が流出します。リーク情報であった新たなジョンプロサーチは Pixel5 のようやく受付開始を9月30日発売は10月15日と予,予想しております。で、こういうのがあったんですね。まあ、まあ、まあまあまあいいんじゃないんかなと思います。まあ、こにパンチホール 今まで GooglePixel って上だけベゼルで太かったんで、まあ、今回はパンチホールで来たなって感じです iPhone12 の発売価格の目安に Pixel5 の発売価格が74,800円であることは 5G 対応の期待される iPhone12 の発売価格を予想するヒントになりそうです iPhone11 64GB の日本国内 国内発売価格はピクセル5同額の7万4800円です。もし、もしと iPhone12 の価格が 5G 対応ですへ、えー、置き換えれば同額でピクセル5とぶつかり合うことになります。っていうのがあったんですよ。で、とまあ、これを見て、まあ、最後にこの文章があったんで、もう今、パッと、ああ、そういうことかって、今もう頭の辛い。 か、回転して、まあ、わかったんですが、これって、iPhone12 と多分同格にならないと思います。iPhone12 多分上がってきます。値段は。8万円前後だと僕は予想します。なんでかと言いますと、iPhone ってぼったくりなんですよ。Apple ってぼったくり会社なんで、なので多分上,上げてきるっていうのもあります。まあ、それは、それは、おいい多分、として、この後、と 詳細なスペックは多分、まあ、こうに書いてあります。まあ、Google Pixel 5は、5G 対応で6.0インチのフレキシブ,んフレキシブル有機 EL ディスプレ千三 2340×1080 ピクセルを搭載し、 解像度密度は 432ppi でパネルは19.5対9のスマフォーマント配慮、はい、とみてほしいです。画面のリフレッシュレートは最大 90Hz、90Hz じゃ90なーって感じです。まあ、あと p o c o ンポコ e PocoX3 は、えっと、120Hz まで対応していますし、結構 120Hz 対応して、 来てるる端末があるのでちょっとなーっていうのもありますが、まあ、まあ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 仕方がないかなと思いますバッテリーはうーんと SOC は、えっと、クアルコムのスロップドローが 765G765G えっと G 搭載でモデムチップサーブは 6GHG ノートを 5G に対応しております。8GB の RAM と,と,とヘニッパの ROM の内部ストレージです <laughs>、えっと。インカメラはあとソニー製の1220万画素。ここに刻んでくるのはちょっと珍しいと思います。DRPixel でとサポートしています。その他にもと1600万の広角8000万のカメラを搭載しております。最大に 240Hz。 F F の180 fps の1 8 0ン最低 60fps の 4K 撮影可能になっております。バッテリーは4000でと最大 10W での充電が可能です。ピクセル5はと 100%, 100リ,リサイクルアルミニウムでできており、IP68 の防水防塵もあります。まあこういう書いてありますが、僕は いいんじゃないかなって思います。なん何でかと言いますと、ピクセルって Google が純正に作っているんですよ。なので、本当にいいんじゃないかなと思いますが、まあ実際問題考えてみますと、CPU かなって思います。やっぱりね、7万4000円で、ま結構解像度もでかくて、まあこのカメラもちょっといいんですが、ちょっと CPU かなと思います。ここまで,積んで こ,こまで来るんだったらスナップドラゴンの800バンド、865プラスとか、そのぐらいじゃないと iPhone と敵対はできないんじゃないかなと思います。なのでまあ今後 Google にももうちょっと期待が高まる中でもありますが、やっぱりこういう中でこうに出してきたというのは本当にすごいなと思います。実際問題はこうに、ね、値段の割には使えないっていうわけにはいない。 わけじゃないんですよ実際もねスナップドラゴン 765G をアンツツベンチマークに換算すると40万点ぐらいでしたっけちょっとそこら辺がちょっとあれなんですがちょ,ちょっと調べますか。なのでなので,で、えっと、765G アンツツって調べてみますとうんと約 ですね。約と35、36万ですかね。多分そうだと思います。とスナップのドラゴンの5、たぶん 5G なので、と、アンツベンチマークが出ていないかなって感じなんですが、あと、あとアンツベンチマークに換算すると約30万点ぐらい。 です。30万点があれば基本的にできるんですが、もうちょっと、な,なんかなーって感じ。うんと、もうちょっと安いので、もうちょっといい性能のがないかなって探している方はおすすめがあるんですよ。よ。それは、と、と、あれですね。とポコフォン F、F なんだよ。ポコフォン F2 ですかね。 この F をおすすめしますあれはあと4万四万弱でまあスナップドラゴンの865の 5G 対応しております。あと画面内モリション、ポップアップカメラ。本当にあのー、まああのスマホもいいんですが、まあ、このスマホもピクセルは結構いいんじゃないかなっていうのもあるんですが、まあ、今後に今後期待したい端末でもありますしやっぱり今後本当にどん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 増えて 本当に今後の使いやすさ、やっぱり30万点前後あれば基本,基本的には大丈夫だと思いますので、今後、本当に何て言うのかな、うーん、今後期待したいですし、もうちょっと来年度はピ,ピクセル 6, 6なので、スナップドラゴンの865とか800万台積んできてほしいなって僕は思います。ではでは今回こんなもので、本日もご視聴。 本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンを押してくれてありがたいです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではまた次回いしましょう。じゃあね。